ボランティアの人結構いるんだな。ニーゴのみんなには終わった頃に連絡するって送っておいたし、それまではボランティアに専念しよう。お願いします。会場案内をしましょうか。いえ、大丈夫です。特にやりたいことはないので。手洗いの場所はもう覚えたので大丈夫です。はい。会場案内か。仕事は道案内くらいみたいだし。ここまで面倒なこともなさそう。でも、なんだろう、この感じ。なんだか、胸が。どうしましょう。こっちだったと思うんだけど。この声って。あら？朝日奈さん？日の森さん？こんなところで会えるなんて驚いたわ。最近ばったり会うことが多いわね。うん、でもそのここに来るまでにステージエリアのスケジュールを見てたんだけど、日の森さんたちのステージってもうすぐじゃ。あ、そうなの。
は朝みんなとステージ裏で待ち合わせて、その時は無事に着けたんだけど、忘れ物を取りに更衣室まで戻ったらステージ裏がわからなくなっちゃって。そうだったんだ。それじゃあ私が案内しようか。え、すごく助かるけれど、いいのかしら。うん、実は今日ボランティアで会場の案内をしてて、だからちょうど私の仕事なんだ。ステージ裏はこっちだよ。ついてきて。ここだよ、日の森さん。ありがとう、朝日奈さん。すっごく助かったわ。みんな、ただいま。あ、しずくちゃん、戻ってこれてよかった。どこ行ってたのよ。もう心配したんだからね。ごめんなさい、また道に迷っちゃって。朝日奈さんに案内してもらったの。もう開演まではまだ時間があるからよかったけど、ハラハラしちゃったわよ。朝日奈さん、連れてきてくれて本当にありがとう。すっごく助かったわ。どういたしまして。でも大したことはしてないよ。いえ、とても助かりました。ありがとうございます。ところで、しずくはどこに行ってたの？更衣室よ。これを取りに行ってたの。お菓子、もしかしてこれって和三本？あ、クローバーの形なんだ。かわいいね。これをみんなに食べてほしいなって思ったの。みのりちゃんもだけど、はるかちゃんとあいりちゃんも久々の野外ライブで少し力が入ってるみたいだったから、昨日みたいにリラックスして私たちらしいステージにできたらいいなって。しずく、確かに和三盆なら小さいし、優しい口どけだし、ライブ前にぴったりかもね。うん、みんなで食べてリラックスしよう。よし、それじゃ気合い入れ直していくわよ。うん、私たちにはオープニングアクトとしてこのステージを温めるっていう大事な役割もある。そのことを忘れずにやりきりたいね。うん、今日も全力で頑張ります。ファンのみんなだけじゃなく、今日イベントに来てくれる全てのお客さんにも、私たちらしく希望を届けましょう。おみんな頑張ってね。それじゃあ私は。あ、朝日奈さん、どうしたの？ここまで連れてきてくれて本当にありがとう。ボランティアの仕事、忙しいかもしれないけれど、もしよかったら、ステージも見ていてくれたら嬉しいわ。みんなで希望を届けたいって思って、ここまで頑張ってきたから。希望を届けたいと思って。うん。仕事があるから難しいけど、もし見れたら。しずくちゃん、もうすぐだよ。はーい、それじゃあまたね、朝日奈さん。
朝なのに結構人集まってるね。本当だ。でもぎゅうぎゅうってわけじゃないから、これなら大丈夫かも。かなでは人混み苦手だもんね。朝なのは帰ってよかったかも。真冬も一緒に見られたらよかったな。今頃どこでボランティアしてるんだろうな。人が増えてきた。道案内の仕事も多くなりそうだな。会場にお集まりの皆さん、おはようございます。渋谷フェスタステージエリアの MC を担当します、ナナミこと早川ナナミです。皆さん本日はよろしくお願いします。元気の声援ありがとう。やっぱお祭りは楽しく元気に行くのが一番だよね。今日はたくさんのグループが出るから、みんな楽しんでね。というわけで、まずは元気いっぱいで私も大注目のアイドル、モアモアジャンプのみんなに来てもらいました。はーい、渋谷フェスタに来てくれたみんな、おはようございます。おはようございます、モアモアジャンプです。みんな早い時間から来てくれてありがとう。こんなたくさんの人が来てくれてすっごく嬉しいよ。お客さんがどんどん増えてるような。みのり、人の数におじけづかない。まずは MC アシスタントとしてこの場をバーンと盛り上げるのよ。ははい、行きます。シェスタじゃ昼寝みたいじゃない。みんなで朝っぱらから寝てどうすんのよ。それじゃあ改めて、私たちのこと知らないよって人もいると思うから、簡単に自己紹介させてもらうわね。モアモアジャンプはここにいる花里みのりちゃん、桐谷遥ちゃん、桃井まいりちゃん、そして私、日の森しずくで結成したアイドルグループなの。普段は動画配信を中心に活動しているんだけど、今日はななみんさんの紹介でここでライブをやらせてもらえることになったんだ。渋谷フェスタのステージのオープニングを思いっきり盛り上げるよ。よろしくね。実は今度ワンマンライブもやる予定なの。今日のライブが気に入ったらそっちの方も来てくれるとすっごく嬉しいわ。自由に客席エリアに入れますよ。どんどん人が増えてくる。日の森さん、楽しそうだな。
猫。ステージからかなり遠い場所にいるのに、すごいな、そこまで見てるんだ。みんなで希望を届けたいって思ってここまで頑張ってきたから。日の丸さん、アイドルの活動すごく頑張ってるんだな。私はやってみたいの、音楽を。なんだろうこの感じ、なんだか胸がモヤモヤする。以上、モアモアジャンプの皆さんでした。ありがとうございました。お疲れ様、みのり、すごく良かったわよ、このこの。あ、アイリちゃんくすぐったいよ。実際、みのりは前より緊張しないで全力で踊れるようになったよね。これも合宿の成果かな。そうね、お客さんもすっごく喜んでるみたいだったわ。なんだか不思議ね、結成した頃は本当に何もかも手探りだったのに、今はこうやって4人でたくさんのお客さんたちに希望を届けられてるなんて。次はついにワンマンだね。ええ、絶対に絶対に成功させましょう。